感じね。美味しそうだね。揚げたって最高。めちゃめちゃ美味しい。はい、始まりましたけまずドッキング。今日はねこれ買ってきたよ。これレンコン。もう秋って言ったらこういう根野菜いっぱい出てきますね。289円、安いじゃない。すごいよ、 370g ぐらいで。これで、ね、まあ結局何やろうかなと思って、レンコンって言ってもいろんな料理あるんだけど、まずはちょっとシンプルにねちょっとフライしてみる。一回やってもらいたい。めちゃくちゃねじゃがいもと違ってめっちゃ美味しいですから、めっちゃシンプルなんでこの素材の味もよくわかるし面白いんで、ちょっとそれ紹介しますね。じゃあ、千村君、このレンコンに関しての情報ってあります？はい、レンコンはですね、ビタミン C が多く含まれてるらしくて、なんか巷ではみかんがビタミン C の宝庫って呼ばれてるらしいんですけど、そのみかんの約 1.5 倍。なるほど。みかんよりもすごいんだ。すごいみたいで。それ知らなかったよ。そうなんです。それの効果で肌のシミとかを予防する効果がすごい。ああ、なるほど。期待できるみたいです。で、あとは食物繊維。シャキシャキとした食感が。そうだね。もう明らかに食物繊維あるよね、これは。これは大根の 1.4 倍ぐらい。ああ、なるほど。あるみたいで、腸内環境をすごい整えてくれる。っていう効果が。じゃあビタミン C ってことはもうシミそばかすには最高だし、腸内環境も良くなるからいいとこ尽くしですね。そうですね、びっくりするぐらい栄養満点。栄養満点ですね、やっぱレンコン。そうですね。じゃあこの栄養満点のレンコンを、じゃあ今日はシンプルにフライドレンコンですよ、やってみましょう。じゃあこういう感じでねなってるじゃない。これをね、まあちょっとこの黒いとこだけ取りましょうね、端だけね。でこれをじゃあフライするんで、この周りもね気にならないっちゃ気にならないんだけど、一回洗ってきて。やっぱもう皮のねところにも栄養あるから別に剥かなくちゃいいんだけど、やっぱどうしてもこうちょっと傷とかあったら、こういうかわいいやつね、かわいいピーラー使ってね皆さんね。でこれでまあちょっとこう剥きましょう。これね、まあせっかくだから剥いちゃってもいいんですけど、まあ剥かなくてもいいっちゃいいけど、やっぱちょっと黒いね。じゃあちょっと剥いちゃいましょうね。はい、そしたらねこの切っていくんだけど、まずねレンコンの場合はこれちょっとアク強い野菜だからね、ちょっと水用意して、でこれでね、これどうやって切るかっていうと、フライする時はねこういうふうにこう切るといいよ。こうなんていうのかな、縦にこういうふうにこう切る、こうやって。でこれをねさらにこのちょっとそうだな、こんな感じで2つぐらいか、こういう感じでねこう縦にこう切って、でこういうふうにこういうふうにこう切るんだよ。こう要はこういうふうに繊維が取ってから繊維に沿ってこうこのぐらいの大きさに切るね。ちょっとこう大きめというか、こういう感じね。ちょっと多少の大きさの違い出てもいいんだけど、こういうふうに縦にこの繊維に沿ってこのぐらいの大きさにこう切るね。でこれをすぐにこの水に落としてアクをね抜いていくんだけど、こういう状態にして、ですぐ水に入れる。こういう風に切り方するんで、やっぱどうしてもこの繊維に沿ってするからシャキシャキ感がこの切り方だとより残りますから。でこういう状態でこうちょっとねこの若干の大きめでいいから、荒々しい感じのこの切り方の方が結果美味しいですから、こういう風にこう切ります。そしたらこうやってね水こうちょっとつけておきます。でまあレンコン、豆知識だけどね、おせち料理とかで真っ白にねこの酢レンコンみたいななんか感じにする時は、逆にねこうやってこう模様が出るようにこう切って、でこうやってこうアク抜きする時にお酢を入れて、こうやってアク抜きするとレンコンってこう茹でても真っ白に残ります。今日はもうフライだからお酢とか入れないで大丈夫ですよ。でこれで一旦ちょっとだけ置いとく。はい、そしたらね、あとは今回は片栗粉をね、こんな感じでねこうちょっとこういったこの入れ物にこういうふうにこう用意しといてください。超シンプルなやり方するんでちょっと笑っちゃうぐらい簡単だからね。そしたらしばらく経ったこのレンコンね、これをちょっとちょっと水切っていきます。はい、そしたらこれでもう本当にシャープに片栗粉つけて揚げるだけなんですよ。なんだけどここで大事なのはこのキッチンペーパーもしくはこの綺麗なタオルで水切ってるあるけど、さらにこうやってこうしっかりこうやってこう落としていきます。キッチンペーパーがちょっともったいなかったらこの清潔なねタオルでガーってやってもいいですけど、よしこういう状態で水分をしっかり取ります。よいしょ。これでもう下準備 OK。 そしたらね、油ね、油をねどのぐらい入れるかって言って、やっぱねこれね少ないとほんとやっぱダメです。ベタベタしちゃう仕上がりなんだけど、あんまり多くてもねもったいないんで、こういう状態でフライパンとかで鍋でいいから、大体 1cm ぐらいは欲しいね。このぐらいはやっぱないとちょっと本当にねベターっとした変な仕上がりになっちゃう。大体その鍋に対して 1cm ぐらいかなの感じで、これをでその間にじゃあ準備しておきましょうか。まあ本当にめちゃくちゃ単純だから、こうやることはで、この片栗粉にこうやってねこうつけるんだけど、まんべんなくこう真っ白になるくらい、まあ拭いたとはいえ水分ついてるから、これぐらいこうしっかりつきます。でこのぐらいねがっつりつけちゃってください。こんな感じでもうね全体にがっつりつけるの大事。もう真っ白ね、こういう感じでよし、これでこんな感じで、大体この分量だったらね、まああんまりいっぺんに揚げないで2回ぐらいに揚げるのがいいかもしれない。はい、そしたらこの油の方ね、油は大体ね170度ぐらい、こうやってね菜箸にね入れてね、よく基本上がるぐらい、もうちょいかな、もうちょっとするとね、こう菜箸入れてもう基本上がる感じになる。ほら基本がこうボクボク上がってくる。これぐらいでね大体170度ぐらいになってる。よし、そしたらこれをねでなるべくこう離してね入れてください。で入れた時は本当に揚げ物一般的に全般的にそうなんだけど、逃さないでね最初は。でこの段階でガシャ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 やっちゃうと、せっかくね周りにこの衣つけたのが剥がれちゃいますから。で、今回の仕上がりのじゃあ先ね味付けはこれで今回やります。この味塩、これはねもうほんとシンプルにシャープでね笑っちゃうぐらいこれで合うから。香り付けにね青さね、これ入れるとね色も綺麗だし香りもこう立ってくるから。でこれで揚げたてのやつをサクサクこう絡めて、で盛り付けるって形になります。これにもう味付けはシンプルなんだけど、まあねやっぱフライなんでね、これをね用意しておくと絶対的にいい。まずケチャップね、ケチャップとなんて言ったってやっぱマヨが合うよ。ああもうギリギリか、もう最後の最後振り絞ってよっと。でケチャップとマヨはまあ用意しておいてください。これねやっぱほんと大事よ。ちょっと一味をマヨ一味、こんな感じで用意しておきましょう。はい、そしたらね今度しばらく経ったらこうやって、そうするとほらこうやって箸で触ってもこの粉が取れないような状態になるから。でこうやってこうちょっとこう今度は固まったら少しこうやってこうちょっとひっくり返してやる。でこれねしばらくしておくともう本当に単純なんだけど、なんとなくこうふわっと上がってくるような感じになってくるから、水分が抜けるとなんか上がってくる感じになる。なんとなくこうふわっと上がってきて、あと色目がねこうやってこうちょっとやっぱこう若干茶色くこう色づいてきます。大体このぐらいね、ちょっとこうふわっと浮いてるような感じで、このちょっと色づいてるこの感じ、これの見た目で判断してください。でそしたらこのぐらいになったらこれでこれ一回ね揚げる。でね、次の2回目揚げる時は必ずこうやってね油かすが出るから、油かす取ってからね、まあ天ぷらでも何でもそうだけどね、こうやって2回に分ける時はこうやってこうしっかり油かす取ってからね入れましょう。では2回目いきます。はい、でこうやってねちょっと温度が上がってきたな。でまあ無理しないでこうやってこの何回かに分けるのが大事よね。ちょっと泡の立ちがすごすぎて、ちょっと上がりすぎたなと思ったらこのちょっとだけ足して、でそうこんな感じで押さえてあります。だから1回目と同じです。こういう感じで離しながらこう入れて、よいしょ。そしたら最初は我慢です、動かさないでね。はい、ちょっとしたらね落ち着いてきたら、もう周りが固まったなって思ったらさっきと同じね、だってこう少しこうちょっとひっくり返すようなイメージで、ね、この時にやっぱりね、まあやる時言ったけどしっかり水分取って、そしてその水分若干ついてるところにもう圧倒的にもう粉をビシッとつけることによってこういうふうにこうきれいになるんだけど、そこが甘いとね水がこうちょっとこうあれだとこう入れた時バチバチって跳ねたり危ないんで、逆にだからしっかりね下処理をしっかりするってことがこの安全にね揚げるポイントになってきますよ。さあどうでしょうね。ほらさっきと同じように最初ブワーっていう泡があったのがだいぶ落ち着いてきてね、っていうことはもう水分が抜けてるってことなんですね。でこの色目も、ちょっとさっきと比べてこうちょっと若干こう茶色くなってきて、でこうちょっとなんとなくこう箸でこうやった時ふわふわってこう浮いてるようなイメージ、はい、ここまで来たらしっかり上がってますんで、そしたらまたこれ上げていきますよ。よいしょね。はい、こんな感じで、はい、上がりましたと。美味しそうだね。はい、そしたらね、これをこういう感じでね、ボウルかなんかで、この揚げたてのカリッカリねしたやつを、これをこうボウルかなんかに入れてあげて、で、まあ味塩ね。で、味塩がなかったら塩だけでもいいし、塩とちょっと味の素入れるのが結構いいと思うよ。で、これ今日はね、この味塩これ使うともう一撃なんで、これこうちょっとずつこう入れて、でこう。こういう感じね。でちょっと味見ながらね。揚げたて最高。でこの味見ながら味調整して、はい、そしたらね、最後に味が決まったら青さ、これねちょっと入れると香りも良くて色目もねいいんで、これちょっとパラパラパラってちょっと入れてあげて、で。でこうちょっと海苔風味、はい、でこれで完成となります。まあ、そしたらね、まあ、出来たてのねフライドポテト、器に盛り付けましょう。うわ、カリッカリしてて美味しそう。こんな感じでね、もう大胆に盛り付けてって、こんな感じがどうかな。こんな感じで両サイドこうで、レモンなんかも合うからね。うわ、豪快だね。はい、こんな状態でね、バーンと盛り付けて、まあ、最後の最後やっぱちょっと色目ね混ざってる部分以外にこの青さをねチラチラってこうぶっかけてあげて、よし、こんな感じでいかがでしょうか。今日の簡単料理ね、研マス式超簡単レンコンフライの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、これだよ。どうこの感じ。ねえ、豪快にもうドーンと盛りましたよ。いやー、美味しそうだね。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。美味しい。もう、めんしゃおしい。へへー。ってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。いやー、どうですこの感じ。じゃあまずこのままいくか。このままね、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。塩気が効いてて、この周りカリカリなんだけど、ホクホクとまた違うシャキシャキのこのレンコンならではの食感。いや、これはやめらんない、止まんない感じのやつだね。これはめちゃめちゃ美味しい。じゃあちょっと木村君、はい、よし、じゃあちょっと食べてみて。はい、ありがとうございます。まあ、まずはそのままいっちゃってみて。わかりました。いただきます。はい。ああ、本当だ。ポテトと違うこのレンコン独特のレンコン、このやっぱちょっとシャキシャキがやっぱしますね。シャキシャキしてるんだけど、周りカリッとなっててしょっぱいんだけど、なんか甘いよね。甘いですね、確かに。確かにシャキとホクの間みたいな、この絶妙なこの繊維が感じられて、抜群に美味しいねこれ。確かにこれは病みつきになりますね。でこれやっぱね、当然のようにこのケチャップ、はい、ああ、うわ、でマヨ一味、これもう無限ループになっちゃう。ああ、美味しい。これは止まんないわ。終わんないですね。終わんないやつだね。もうこれはさ、もうこの時期さ、もう全居酒屋に置いてほしいね。確かにこれあったら絶対頼みますね。ね、だからフライヤーあれば簡単だからさ、秋の名物ねなりますね。あるよ、これ簡単だし、老若男女それこそある程度年配の人もこのぐらいの柔らかさだったら全然このなんていうの、ごぼうと違って噛み切れないってこともないし、で子供だって絶対これ嫌いな人いないと思う、この味。そうです。これはもう誰でもいける。でこれがこの簡単料理ね、はい、旬のこのレンコンを使ったこの超シンプルなんだけどあっという間に美味しい、レンコンフライ、はい、大成功です。はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここから雑談発生会やるんでよかったらサブちゃんに飛んでくれると嬉しいです。じゃあまたねー。